よし、たまにはね、こっちのクソゲーもやっていきましょうか。結構やっぱね、僕いろんなクソゲーやって、やっぱりストレス溜まるんですよ。で、その溜まったストレスをね、人にぶつける、八つ当たりする、嫌がらせする、これが一番面白いんですよね。言ってやっぱ、相手 CPU にぶつかっても気持ちよくない。生きた人間に対して嫌がらせするっていう、そういうとこで、フラストレーションを得得しながら、失礼、解消をしながら、今の若い子たちとのコミュニケーションを得得するっていう、ここ、これを僕は大事にしたいね。あ、お願いします。よろしく。え、アザゼルホンダ？お願いします。アザゼルホンダ？楽しく荒野できればと思ってます。え、アザゼルホンダ？え、うるせ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 え、え、うるせえよ、お前、誰でもうるせえやつ。え、あの、有名な人。こいつうるせえんだよ。蹴ろうぜ、こいつうるせえから。てか誰が？え、この竹岡って人。もう、うるせえよ、お前ら。なんで？ちょ、おめえじゃねえ、なんで？武士子だ、武士か、うるせえな、武士か。おめえだよ。え、あ、武士か蹴る？ブシカじゃなかった。ブシカブシカじゃなかった。やべやべ。待って、お前らだった、うるさいの。お前らだった。ブシカやべ、ブシカやべ。あ、じゃあバケットがやってたって。え、どっちうるさいの？どう？なんでお前の名前知ったの？え、わかんない。あの、ヘッドホンしてるよ。すげえうるさいやつ。ヘッドホンしてるよ。喋ってみて。え、あ、お前だった。お前うるさい。はい。なんでお前こんなうるさいの？あ、マイク下げた、マイク下げた、マイク下げた。もっと、もっと下げていい。もっと、じゃあ、15くらい。はい、どう？もうちょっと下げていい。ちょっと待って、ねえ、ブチャマル呼んで、ブチャマル。え、ブチャマルって誰？今、蹴っちゃった人、俺が間違えて、君に。え、あいつ、ノラだよ。あ、マジでかわいそうなことしちゃった、ちょっと呼ぼう。うわ、ブチャマル、マジで申し訳ない。確かに。ねえ、ちょっと、お前が謝れよ。これどう？お前の声でかくて。ごめん、ごめん。お前、ブチャマルさん、ごめんなさいっても言ってよ。ジャパール、ごめんなさい。うん、それもでけえし。ハーモさん、で元気なの、お前。え、元気な。え、じゃあ本当にでかくしてね。ヘッドホンが近いのかな。え、あの、どっちをどう呼べばいいのこれ。お名前一緒だから分かんないんだけど。どうしようこれ。じゃあ声でかく、でかい方って呼ぶね。あ、声でかい方はでかい方。あと一枠じゃあ呼んでよ。せっかくその元気買うので。うん。元気？じゃあブラー探すしかないけど。そう、俺元気いいこと今したかったからさ、こうや。元気いいこと。あ、待って。元気いい子。じゃあお前らでいいや、もう。行こうぜ、試合。いいもう行くの？ああ、これで行こうぜ。はい、行こうぜ行こうぜ。こいつって女の子とは近しない。食べれる？お願いします。ちょっとリーダーちょっともらっていい？いいで俺でリーダーもらっていい？あ、いいよ。みんなで服統一しよう。オッケーオッケー、はい。はい、服を統一。よし、行こうぜ。あ、行こうぜ。あ、なんかいなくなっちゃったね。マジか。寂しい。ああ。すげえ寂しいわ。行こうぜ。はい。はい。お前すげえ自然にあれだね、タメ口うまいね。あー、怖い怖い。やば。で、なんで名前一緒なん君たち。特殊も使ってるから。なんでそんな急にあとうるさくなったの。え、なんで定期的にどっちか一方やかましくなるの君たちは。何それ。どっちか一方。え、なんでそんな音量変わるの本当に。これなんで本当に。え、わかんない。なんて呼べばいいの君たち。さっきまでだって声の大きさがアイデンティティだったやつが今小さくて、はい、で小さかったやつがバカでかいのね今。竹岡 P09 はなんで統一してるの。なんとなく。あともう一人。ああ、つけたよ。もう一人いるんだ。敵。え、敵？敵？どこ？うん、210。ああ、行け。ああ、やべえ、目の前にいるわ。で殺すか。一人。ちょっと一回止まって、一回止まって。思いっきり人間。本当痛い痛い痛い。本当痛い痛い痛い。はい、ナイス。オッケー、ナイス。やってた。ナイス。あれ、ダウン。味方は間違いなくそうだね。あー、まだいた。持てる。あー、マジか。あー、なんで。なんで。目の前にいたんだけど。落ち着け、お前ら落ち着け。落ち着け、落ち着け。な、声大きいの分かってるから。ナイス、ナイス、ナイス。マジか、俺死んだ、うわ。お、まだいる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 。まだいる。一旦引こうぜ、一旦引こうぜ。距離取って、しまこぜ。あれ逃げた。逃げたかも、逃げた逃げた、これ多分。ちょっとさすがにな、うちの声小さい子しまかれてな、悔しいよな。しまこぜ。ね、やばい、サッカー部？サッカー部、違う。何部お前、スポーツ部っしょ、なんかの。帰宅部。
嘘でしょ。帰宅部確かに。そうだよ。そうだよ。すげえフランクな感じの乗りだからさ、スポーツ部みたいな。あーフランク。え、おって俺に荒野でタメ語してくるやつ初じゃね？最近ここ2年で。初。やば。初。いや初だよここ2年で。やばいよそれ。いや俺全然気にしてないからいいんだけど、本当に俺全然それいいんだけど。いいんだ。みんな、いいんだ。敬語なのよ。やっぱりなんか気を使ってくれてるのかわかんないけど。そうなんだ。友達やってる感覚だ。やるね。おおいいじゃん。お前ら高校生ぐらいでしょ？いや。え？中学。あ中学なんだ。中一？中二？二。あ二なんだ。うん、あ中2の今クソガキに俺タメ口使われてんだ。じゃあやべえなこれ。やべえなお前らマジで。お前らやばいよ結構。やばい俺お前らより多分10年以上長生きしてんだよ俺。あまあまあそう、うん、まあいいけど、いいけど変わってるね君たちだね。あそれで社会出てほしいわ、まあまあ、それで社会それで出たら終わりだけど。やばいね。いや他はちゃんとあれだよ、使ってるよ、リアルとか。ああ、ゲームでやねってことね。さすがにね。みんな平等に。ゲームでってことね。いいじゃん、いいじゃん。みんな平等っていうか、まあそうだね。じゃあ仲良くお前ら帰宅部なんだ。これいや、俺は違う。どっちが違う？声が小さい方？小さい方。そう。は違うんだ。何部なの？ああ、合気道。合気道部？礼節を重んじるやつだよね、合気道って。そうでもないけど。そうでもないんだ。いやそうでしょ。そうでしょ。昨日は。いやそうでもないよ。礼儀がなんとかでしょ。そうでもないんだ。いや、いや俺らのあの部あれやからね、もう全然礼儀とかじゃないから、もうきれいやばいから。あでもじゃあ一応スポーツ部として頑張ってるみたいな。いまあまあまあそう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 。まあ、ちゃんと高校デビューしろよ、お前ら。お、コウスケ？あれ？コウスケ？あれデビュー？あれデビュー？コウスケ、コウスケ、行けよ高校。ああ、分かった分かった。あ、もうここ学校行くところからだな、お前。ちょっと待って、3番行くところだからな。お前、不登校なの、うん、?3 番じゃないよ。1番。あ、そうそうそう。お前、不登校なのお前。そうそうそう。嘘でしょ。そうだよ、そう。なんで？だって、いじめられる系じゃないよね。じゃなくて、されてない、されてない。だよね、話してる。ただ、めんどくさいだけ。それだけ。お前はいつも俺が家行って、はあ、行こうぜ無理やり行ってね、無理やり脱がせて行こうぜ、無理やり制服に着替えさせて。え、お前らなんか何保育園時からの親友みたいな感じ？そうそう、幼稚園幼稚園から。あ、だよ、うん、そうだ。え、だよな。なんでそんなアニメみたいな、うん、ガチなやつらじゃんお前。本当に本当に本当に、ね、幼馴染でしょ仲いい。うん、まあそうだね、うん。お前そんなのお前アニメでしか見たことないよ俺。アニメでしか、あるでしょ。あるよ、あるあるある。今この現実に今。他にありそうだけどもっと。じゃあ面倒くせえから高校も今行かない予定なんだ。いやそれわかんない。いや今行かないと高校行けないぞ。そうだよね。だから多分そのうち行ったな。行ったな。多分ね。でもお前前さ、暑いから10月ぐらいに行くとか言ったじゃん。そうそう。絶対今度は寒いから行かないと言う。いやいや、大丈夫。それは大丈夫、多分。いや、ちょっと今、俺、お前ら何言った失言を一個訂正、撤回するわ。君たちに高校デビューって言葉は、うん、似合わない人種だわ。似合わない。なんで？いや、そんなことない。君らは高校デビューにならない。ならないと、ね、俺は信じていい。だから普通に高校行って普通に過ごしてれば問題ないと思う。俺の確信持って言えるけど、うん、君らはちゃんと楽しいよ、うん、楽しめると思う人生。楽しいマジで、うん、普通に。いやそうなんだ。多少苦労があっても一緒とか行くかすら分かんないよね。お前らであの友達同士親友同士な、うん、何とかしろよお前それ。え、マジか。あ、ごめんごめんちょっと待って。そうそうそう、俺が一番過ごしたかった、いや欲しかった友達じゃん、うん、お前ら同士が。あうざクソうぜえわい。イラつくわお前。イラつくわマジで。じゃあいじめでもなく普通に行ってないんだ。そうそうそう、すごいよね。
俺小学校これめっちゃ不登校だったじゃん。あ、そうだね。めんどくさいから言ってなかった。お前も不登校だったの？俺も小学校の頃。そう、小学校の頃。小学校はね、中学校になってからも毎日行ってる。ああ。ね、お前らすごいな。お前らすごいよ。すごい。すごいんだよ、そう。逆になってる。わかんねえんだよ。うわ、ガチでお前らいい友情だな。ああ、いいよ。いや、マジで羨ましい。本当にそれ大事にしてほしい。本当にお前30歳近くなると、うん、そういう友達持ってる人を見ると心からね憧れるもん俺、うん、マジで、ああ、マジか。俺はそういうの捨ててきちゃったから。あー、かわいそうに。そういうの、いや、そうなるんだよ。大学とかだんだんね、うん、バイトとか挟んでたらお前らはそれを貫いてほしいな、うん、うわ、すげえ羨ましい。任せろ。あ、これ、そうだよ。あ、くそつえ、くそつえ。あ、やばい、これ。あ、あ、あ、やばい。あ、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 うるさいな、本当に。うるさいな、君たちは最後まで。いや、なんか、俺がいい気持ちになったわ、すごい、今日。マジで。おー、よかった。あ、よかったけど。なら。今の SNS の時代にさ、うん、こんなアニメのテンプレートのような友情あるんだと思って。アニメテンプレート。確かに普通はないかも。いや、ね、いやマジでいろいろあると思うんだけど、今後ね君たち、うん、もしかしたら、うんうん、彼女の取り合いかもしんないし、もっと別の新しい友人関係かもしれないしね。高校行って会わないみたいな。ああ、確かに変わるかもね。まあ、あると思うけど乗り越えてほしいわ。お前ら今中2だったら10年後もう酒飲み合う中でいてほしい、うん、あー任せろ。もしかしたらね、うん、てうぜえわ、お前らうぜえわ。俺と住所が違えわ。マジで長生きすんな、お前ら死ね。じゃあな。じゃあ元気に過ごせよ。健やかに。分かった。また10年後に会おう。この場で10年後。また10年後。バイバイ。え、今時いるのこういう子。うわ、やば。うわ、俺ちょっと感動しちゃった、マジでこいつら。やば、ちょっと動画もう切るわ。